はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストタクト続けやっていきたいと思います。今ね、ドラゴンフェスっていうのやってまして、まあ、何回イベント起こると、まあ、大体、あれですよね、この風船ドラゴンロードとかね、そのイベントで手に入る、まあ、モンスターの、まあ、ね、個別のね、まあ、こんなね、まあ、ロードって言ってあるんですけど、グレートドラゴン使えるんだよな、これ。で、次元竜持ってれば使えるんだけど、使えないので、今持ってないので、風船ドラゴンマックスまで上げました。いいんだろうなこれ。だから1万5000もあるんで、まあいけんじゃねえのっていう、ね、グレートドラゴンもいるしね。グレートドラゴン使えるっていうのがちょっと不気味なんだよね。今までそんなんなかったもんね。ふう、美味しかったぜ。お腹がいっぱいだぜ。この店の料理は最高だな。ふふ、ありがとう。それにしてもたくさん食べたわね。お金はあるのかしら？お金ってなんだ？というわけで借金を返すために配達のアルバイトを始めたと頑張って働くの。配達は安全第一だよ。壊さないように大切に運ぶんだ。安全にだな。任せてくれよ。お届け物でーす。遅い、遅すぎる。どうなってるんだ？めちゃくちゃ怒ってるの。説得しないとまずいの。戦闘で説得するのかな。怒ると襲ってくんだね。まあほっといてもいいでしょ、ここら辺はね。ふう、怒りのあまり要素が燃えすぎて寿命が縮まってしまった。そいつは悪いことをしまったな。お詫びに次は格安で配達するぜ。それならまたローを注文するよ。今度は早く運んでくれよ。へい、毎度あり。なんとか納得してもらえたみたいなの。トラブルにならずに済んでよかったの。さあ、まあ、ストーリーとかイベントもそうだけど、どうせ最後の方だけだったらね、難しいのはね、道中でどんな話なのかってのをね、楽しむ感じの動画なんでね、そこら辺醍醐味なんでね。この前の配達は遅すぎたの。配達はやっぱりスピードが命なの。1秒でも早くお届けするの。なるほどな、分かったぜ。お届け物です。なんて速さだ。頼んでから1時間も経ってないぜ。どれどれ。で、おい、俺様の等身大の銅像に傷がついてるじゃないか。許さねえぞ、弁償しろ。やっぱり丁寧に扱わないから。ね、早くても、まあ、丁寧にやらないといけないっていうね。風船ドラゴンすごいね、距離ね。まあ、凍っているに見えたので、怒っているがね。今の戦闘で粉々になっちゃったの。うおお、なんてこった。どうしてくれるんだよ。元はといえばお前たちのせいだぞ。すいません、弁償いたしますので。本当だろうな。まあ俺も怒りすぎちまったから、この額だけ勘弁してくれよ。そんな。お、レッパ切り。配達ってのは思ったより難しいな。極端すぎるよ。今度は僕がちゃんと指示するよ。
いい感じの時間に着いたの。ごめんくださいなの。返事がないね。留守なのかな。仕方ない。それじゃあ、ちょっと待つとするか。お。いやー、今日は楽しかったな。おや、家の前に誰かいるぞ。なんだい、君たちは。灯火小僧だ。なんだじゃないの。配達なの。もう5時間も待ってるの。お説教なの。へえ、すみません。まあ、合ってないようなのね。大高級もなんだかんだ強さ上げたからね。すいませんすいません、もう二度と忘れません。再配達がどれだけめんどくさいか分かってもらえたの？これから気をつけるようになの。お互い思いやりが大事だね。思いやり。次ダークブローが手に入るね。まあ、7ぐらいまであると思いますけどね、いつものことながらね。風船ドラゴンちゃん、前に配達した魔物がね、すごい怒ってるのよ。様子を見てきてもらえないかしら？わかったぜ、一丁行ってくるぜ。これはトラブルの予感。心配だからついていこう、ね。先日配達されたものだけど、僕が頼んだものと違うものが届いたんだよ。そうなんすか、すいませんね。なんだいその軽い態度は。これでも僕は怒ってるんだよ。大体ね。そうなんすね。はあはあ、いくら言っても手応えがない。こうなら実力行使だ。なんでそうなるんだろうね。まあこのガメゴンと電電流だね。まあとりあえずクリアできればいいかな。イベント全部見れればいいかな。このくじおかしいな。伝票は合ってるのに、これはもしかしてイチャモン？ギクギク、そんなことないよ。怪しいの。素直に謝れば許してやるの。すいませんでした。こいつ悪いんかい。しかし、よく理不尽に耐えてたね。すごいな、風船ドラゴンは。俺風船なんで聞き流すのは得意なんだぜ。みんなその能力欲しいな。イチャモン対策は完璧なの。聞き流されるとすげえね、腹立つからね。自分ちゃんと聞くんだよね。真剣に話してて、あ、そうなんだねとか言われるとね、なんだこいつってなるじゃん。だから要は聞かなくていいものはね、あ、なんだまた言ってるようで済むけど、大事なことって、あのさ、こっちも大事なことだから真剣に喋るじゃん。そういうのをね、あの、聞き流されるとやっぱ腹立つよね。うん、この調子だと借金返済はどれくらいかかるんだ？そうね、ざっと3ヶ月ってところかしら。酒は長いの、コツコツ働くの。どんだけ食ったんだよね。仕方ないな、それじゃあ配達行ってきます。お、そこの風船ドラゴン、積み荷を渡してもらおうか。大変だ、盗賊だよ。空に飛んで逃げて。今日は積み荷が重くてあまり飛べねえんだ。そんな、それじゃあ応戦だ。お、四方ですね。
なんでそっち行くかね。まあいいけど。ゼロダメージで攻略。ふう、積み荷は無事だぜ。助かったぜ。こいつら指名手配されてる盗賊団だ。懸賞金が出るかもね。何？じゃあ借金もチャラになるんじゃ？お、そんな運がいい。あらあら、お手柄ね、風船ドラゴンちゃん。無事借金返済よ。やったぜ。今夜宴だ。食べて飲むぜ。いや、なんかまた借金抱えそうな。そんな雰囲気が。借金が倍に膨れ上がっちまったぜ、ほらな。すげえでしょ。昨日あれだけ飲み食いしたんだから当然なの。また頑張って働くの。まあそらフラグだわ。そらわかるわ。すごいでしょ、の前に。倍額をさらに、まあ金の返し方覚えたね。風船ドラゴン、今ね、ドラゴンクエスト6とかやってるんでね、ちょうど出てきてるところかな。よし、今日はキラーマシンへガソリンの配達だな。行ってくれぜ。あれ、ガソリンで動いてたの？おや、ここにあった酒を知らんかね。まさか。うわ。お届けに来ました。ありがたい。早速給油しよう。なんだこれは、不思議な味だな。あ、遅かった。それはお酒だよ。ウィーヒク。カッカッカ、愉快な気分だ。暴れたい気分だ。カッカッカ。わわわ、笑いながら切ってきたよ。早く止めないと。トラブル起こしまくりだよね。でもこれでどうやってお金返すんだろうね。結局返しきれないのかな。一体できたよ。殺戮プログラム。強いな。お、わお、わお、マジかい。まあいけるか。危ね。まあ落ちたけど、まあやり方次第だね、これね。逆に動かさない方がいいかもしれない。うん、私は何をしていたんだ？どうやら酒を飲んじまったらしいぜ。こちらの手違いです。お客様すいませんでした。なるほど。だが悪くない気分だった。もう一度飲みたいな。欲しいというなら運んでくるぜ。けどあの酒高そうだけど大丈夫か？入手困難だからな。仕入れも大変だぜ。金ならある。いくらでも払おう。手配代や、配達費、もろもろ上乗せしよう。お。ヒュー、太っ腹だね。毎度あり。お、借金返せるじゃん。やられちゃったね。グレートドラゴン落とされた。777とか食らったぜ。これもう一回やんのかな？配達して、今より強いの出てくんだろうね。そうしたらね。でもなんかいけそうだよね。だから、身代わりとかやんじゃねえかなと思うんだけど。多分今と同じだと思う。お！やべえのがいっぱいいる。ちょっと頭使うやつかな。まあいいや、一回やってみよう。今日の配達が終われば、今度こそ借金ともおさらばだぜ。うん、美味しい仕事だけど、なんだか嫌な予感がするな。ついていこう。待ちあれだぞ。これが例の物か。では、これが約束の金だ。まるで怪しい取引なの。マイドアリー、やったぜ。これで借金もチャラだぜ。ウィヒク、ガガガ、殺戮プログラム起動。今、不穏な単語が聞こえたような。ガガ、殲滅開始。うわぁ、やめてくれ。やばいぞ。キラーマシンは強いぞ。なんでさ、おまけがいるの？ところで。2匹いたな、横に。横から攻めた方がいいのかな。あ、結構減るな。
届かないもんね。あんまり息あそこで半減するのか。ここ届くかな。ライトはほっといても倒せるよ。ああ、やっぱりカメはいいね。あ、今イスタから助かったようなもんだね。半減だから寝るときあるよな、これ多分。なんで待機できないの？これこっちまで来るな、多分。あ、これで身が合っとけばいいんだね。まあ、なんとなく倒すことは分かったわ。まあ、今のを見て、どこに何配置すると、ガメゴンが結構盾になってくれるね。まあ、何回かやれば、やられないでいけんだろう。うん、私は何をしていたんだ？お酒を飲んで今度も暴れたんだよ。あ、受け取ったお金に配達用のワゴンまでバラバラに切り刻まれちまった。報酬がパーなの、それにワゴンの弁償で、借金も上乗せなの。美味しい話は飛びつくから、やっぱりコツコツ働くのが一番だよ。借金生活はまだまだ続きそうなの。うわ、大変だね。終わりだろ？とりあえず。あ、5体以上かかったけど、まあ、いけなくないな。次元竜とかいればまた違うんだろうね、これね。障害物関係ないって言ったもんね、あれね。はい。とりあえずね、まあ、こんな感じですね。で、またね、頃合い見てやればいいと思いますので、ここら辺もね、やんなくちゃいけないね。自分でやってないので、まあ、レベルはまだ上がるんですけどね。はい。ということで、今んとこ配信されてるのここまでかな。で、来月とかな、来月になっちゃうのかな。残りの、今やってるところの続きとかが配信されるらしいので、まあ、そうなったり、またイベント、こういうイベントがあればね、また随時配信していきますので、よろしくお願いします。まあ、本当にね、完璧な攻略までは出してもいいかなと思うけど、そうなると、こっちをね、まあ、メンバー配信とかにしてね、完璧なクリアをちゃんとメインの感じになったりとかするんですよね。なんだけど、自分のって、開始から攻略までね、やったり、中のストーリー見るのが結構醍醐味なところもあるので、もちろんね、まあちゃんとクリアするのも上げるときは上げるんですけど、いろんな意味でね、上げてますんでね。まあ、本当に、なんだろうね。例えば10人いたら10人違う考えあるけど、まあ9人ぐらいはね、あ、そういう見方もあるなっていうようなね、感じで配信してるので、だから、一個だけにね、集中してるような感じではないのでね。まあ、そこら辺はご了承いただければいいかなと思います。そういう目線でのね、視聴よろしくお願いしますね。だから、完璧に攻略するチャンネルもあるかもしれないけど、自分のチャンネルはあえて自分のチャンネルなんで、まあ、本当にね、そういう風な目線で見ていただければ、あ、そういうことなんだなって理解できると思いますので、もう簡単な話なんでね、よろしくお願いします。
よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。